鉄や刀中の晩下に行われるリティアの模様、エピタラヒリを着用して、司さとする司祭。エピタラヒリエピタラヒリとは、正教会の方針例で、秘密執行者である司教、司祭が着用する祭服の一つ。首からかけた布が正面で合わせられた形状をしている。各式等書等において、漢字では、両体とも表記されるが、この漢字表記は会話では、 教会内でもあまり使われない。主教、司祭は、エピタラヒリを着用しなければ、いかなる政務をも行うことはできない。首からかける形状には、機密執行者にカミオンが豊かに流れていることと、機密執行者が背負うびきすなわち機密執行者への恵みと重荷を示す意味合いが込められている。生体伝義をはじめとする各種方信令で、主教、司祭は、 エピタラヒリを必ず着用する。イタカイ機密の際には、祈祷、信徒による罪の告げ会と死祭による助言が行われた後、死祭は、エピタラヒリを信徒の頭に被せて、シャツミ行を唱える。副タスク祭タスク祭が着用するオラリの変形であるとも言われるが、オラリと違い、イタカイ機密や根拝機密の時、 カミオンが降ることを明示する際以外には動かして使用することはほとんどない。これは方針例において多くの動きの伴う副タスク祭イ、タスクサイと祝福や発生などの他には方針例において動きが少ない主教、主祭の違いに対応する。主教、主祭は目標を持って祈る場面が相対的に多い。これは機密執行者が人知れず神と対話し、 そのことによって、教会の生命の源泉である、機密執行がもたらされるとされることを表す。オラリは、物理的な動き、発生に伴うのに対し、エピタラヒリは、目に見えない霊的な動きと祈りに伴うものとされる。オラリとエピタラヒリの違いは、神恩を受けるものと下すものの違いを表す。エピタラヒリは、教会の生命の源泉である機密を執行するものが、 神と人の仲立ちにあることを示すものであるゆえに、幸福の中で最も重要であるとされる。ありがとうございます。